2022年10月19日、ロシアのプーチン大統領はオンラインでの安全保障会議を招集したよ。その上で一方的に併合したウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州及び南部のザポリージャ州、ヘルソン州の4州において、10月20日から戒厳令を導入することを表明し、大統領令に署名をしたよ。8月末から始まったウクライナ軍による反転攻勢を支えきれず、東部、南部で兵器などを放棄して後方に改装し、集体を晒しているロシア軍の敗退を食い止めるための手段とみられているな。でもここ数ヶ月にわたって後手に回るプーチン政権の危機感の表れって見方も広がっているよね。そうだね。さて今回は、ウクライナから強奪した4州への戒厳令は、クリミア半島奪還の引き金となるかということについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南部ヘルソン州ではロシアが勝手に設置した州知事などの親ロシア派指導者らが、ウクライナ軍が州都ヘルソン市に迫っていることから、住民をヘルソン市の東にあるドニプロ川ドニエプル川の東岸に避難させる命令を発しているよ。プーチン大統領が戒厳令に署名した10月19日の朝、ヘルソン市の住民に対して親ロシア派の行政府から直ちに避難するよう呼びかけるテキストメッセージが届き始めていて、そのメッセージにはウクライナ軍が住宅地に向かって砲撃を行うと書かれ、ドニプロ川左岸東岸行きのバスが市内を発車する時間を知らせる内容だったというんだって。住民への避難呼びかけは前日18日から発信されていて、ロシアが支援するヘルソン州政府の幹部であるキリル・ストレムソフ氏が自身のテレグラムチャンネルに投稿した動画の中において、西側諸国の後押しを受けたウクライナのナチスが、すぐにもヘルソンへの攻撃を開始すると危機感を煽った上で、ドニプロ川右岸西岸地域に住む住民の退去を強く勧告すると述べていたな。ロシアの傀儡であるヘルソン州政府は19日に避難する住民をドニプロ川東岸に渡した後、7日間の間フェリーなどの乗り場を閉鎖しているが、ヘルソン市には人口の半分ほどにあたる約13万人が避難に従わず残っているみたいだよ。避難に従わずに残ってる人たちもいるんだね。なんでなんだろう。ロシアが任命したヘルソン州のサルド知事は18日夜に行われたロシア国営テレビの取材に対し、5万から6万人をドニプロ川の西岸から東岸に移動させる計画であることを明らかにしていたぜ。また、ヘルソン州から逃れているウクライナ側の指導者らは、ロシア側が住民の不安を煽り、恐怖感を与えていることを非難していて、住民を恐怖に陥れた上でロシア国内で住居を用意するなど甘い言葉をかけることで、ロシアへ自主的な国外退去をするように仕向けていると訴えているらしい。欧州安全保障協力機構 OSCE は7月に公表された報告書において、ロシアによる大規模なウクライナ民間人の国外退去について、人道に対する罪に問われる可能性があると指摘しているほか、9月には国連の安全保障理事会においても、これまでロシアによって3よろず8000人の子供を含むとされる250万人以上のウクライナ人を強制的に退去させたことは、人権侵害に該当すると明言しており、国連ではウクライナ大使が、安全保障理事会において強制連行されたウクライナ人が、ロシアの極東のシベリアなど遠方の過酷な環境にある領土に無理やり連れて行かれ、殺害されたり拷問されたりしていると訴えているんだって。ロシアのこのウクライナ強制連行は、日本が連合軍に無条件降伏して太平洋戦争が終結した後に、満州や樺太及び北方領土を含む千島列島に攻め込んできた旧ソ連軍によって、捕虜となった日本軍兵士がシベリアに強制連行されて、膨大な数の犠牲者を出したシベリア抑留と全く同じであると指摘する声があるんだよ。避難しているヘルソン市の住民はもともと親ロシア派であった住民が多いと思われるが、中にはロシアの傀儡政府による煽りに騙されて従っている住民や、強制的に移動させられている住民が少なくないと見られているぜ。そうだったんだね。煽りに騙されたり強制的にまで移動させられている住民の人たちもいるんだね。インターネット上などでは避難させることで戦闘に巻き込まれるのを防ぐことができるとする意見を見かけるのであるが、旧ソ連時代から非人道的行為を改めないロシアが、連行した住民が快適に暮らせるような環境を提供するはずもなく、未開のシベリア奥地などに連行され、命尽きるまで強制労働を強いられるだけであろうとの見方が広がっているよ。プーチン大統領が占領しているウクライナの4州に戒厳令を導入した理由は、ウクライナのゼレンスキー政権が、ロシア側からの停戦交渉などの呼びかけを拒絶し、ロシア領への攻撃を続けて民間人を殺害しているためとしているけど、西側諸国ではこれが正当とは認めていないんだよ。ロシアが戒厳令を導入することで、4州においては領土防衛という名目で、ロシア政府やロシア軍が物的資源のみならず人的資源を優先的に利用することが可能となるため、4州の親ロシア派住民だけでなく、
ウクライナ語を話してロシアの占領を心よく思わない住民を動員することができることもロシア側の狙いであるとの見方が出ているらしいな。そして、この戒厳令発令によって、これまでロシア国内に向けてウクライナ侵略を特別軍事作戦と呼んできたことを改めて、この侵略が戦争であることを認める形になるとの指摘もあるみたいだぜ。この4州への戒厳令発令を受けたアメリカのバイデン大統領は、プーチン大統領は、ウクライナの国民に残虐行為を施し、屈服させるために脅すことしかできなくなっていると見られていて、極めて難しい立場に立たされているとの見方を示した上で、ウクライナ国民がこのようなプーチン大統領による脅しに屈することはありえないとして、ウクライナ人の国土防衛への意思が強固であることを強調したんだって。実際に、10月8日にクリミア半島とロシア南部を結ぶクリミア大橋を攻撃されたとして、ロシアがウクライナ全土に巡航ミサイルや弾頭ミサイル、自爆型ドローンなどによって非人道的な無差別空爆を実施している間も、ウクライナ軍は東部戦線と南部戦線においてロシア軍に占領された領土の奪還を進めていて、ロシア軍がドニプロ川東岸に撤退したとしても前線を支えきれず、ウクライナ軍はクリミア半島へ到達するとの見方が大勢であるみたいだよ。その中で、ウクライナ国防省情報総局長のキリロ・ブダノフ少将が、ウクライナ軍は2022年末までに重要な勝利を収め、ロシアの侵略による戦争は来年の春までに戦闘が終わり、夏までには全てが終わるであろうとの予測を示したみたいだな。情報総局が公表した同省省の発言内容は、ウクライナにおけるロシアの敗北は不可避であって止められないとした上で、ロシア連邦の崩壊につながるだろうとしている他に、ウクライナが2022年末までに握るとした重要な勝利については間もなくわかるだろうとほのめかしたが、その勝利の中にはヘルソン市の奪還が含まれていると述べているよ。また、ブダノフ少将はこの侵略戦争の最終段階として、ウクライナが1991年に旧ソ連から独立した時点における国境線を回復する意向を持つことも表明していて、このことがロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島や、新ロシア派武装勢力が占拠して一方的に独立を宣言した東部のドネツク州とルハンシク州の奪還を意味していると見られているぜ。さらに同省省は、ロシアが核兵器を使用することはないとの見方を示し、もし使用することがあればロシア連邦が崩壊するとした上で、ロシア人はそれを理解しているはずだとも述べていて、ロシア大統領府内の現在の判断についてはもはや4州をいかに維持して勝利するかとの問題ではなく、いかに敗北しないようにするかが問題になっていると分析していて、ウクライナが勝利することによって、プーチン政権においては非常に深刻な政治的な動きが起こり、現在のロシア連邦の組織が大きく変化するような事態が起こりうるだろうとして締めくくられているみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。